響の所属声優が、YouTube でお送りしています響スタイル。今日の担当は厚木りさでございます。ふーということで、あ、そうね、まず最初にね、お知らせからさせていただきたいと思います。少々お待ちを。いきますよ。はい、まず一つ目、アニメバンダリーサードシーズンが昨日1月23日より放送スタートしております。はい、サードシーズンでございます。今回も全国各地でアニメを見ることができるほか、さらにさらにね、 YouTube チャンネルの方でも配信されますよと。いっぱい見れちゃう、何回でも見れちゃう。ね、私演じるチュチュちゃんもね、1話からなんかペッタンペッタンちょっといろいろとわちゃわちゃしておりますので、ぜひねそちらの方も見ていただければなと思います。放送情報など詳細はアニメバンドリサードシーズン公式サイトをチェックしてください。はい、続きまして2個目、1月22日より私たちブレイザースイレンの4枚目のシングルドライバーズクレイジーが発売されました。こちらのねカップリング曲のね Hell or Hell という曲もね、だいぶねワッショイワッショイ動物園みたいな感じのね素晴らしい曲になっておりますので、皆さんぜひぜひチェックしてください、ゲットしてください、買ってください。ということでこちらはですね、なんとブルーレイ付き生産限定版というものもございまして、こちらはアニメバンドリサードシーズンの4話と5話が収録されておりますので、そちらも合わせてね見ていただければと思います。なんとね地上ハよりもね先に見れちゃうというちょっと時代を感じる仕様になっておりますよ。さあお知らせはこんなもんでございますかね。これが配信されてる頃はね、多分ね紬りさはね絶賛舞台アサルトリレーが終わったーって頃だと思うんですけども、皆さん見に来ていただけましたか？どうだった？いやだってもうずっしゃんばっしゃんやるしさ、もう見たミリアムちゃんとのこの距離、まあ無事に終わったかな、終わってるといいなと思います。さて本題に入りたいと思う。さあ本日はですね、なんとなんとなんとチュルチュチュルチュ、こちらをね持ってきてくださいとねスタッフさんに言われたんですよ。私のスイッチでございます。で何をするかっていうとね、ポケモン、日本が誇るあのポケモンでございますよ。いやポケモンをね、なんだっけ、盾と矛、違うケントだね剣と盾がね、ソードとシールドが最近発売されまして、私もね本当ダイヤモンド以来にね久々にねポケモンをね買ってね、みんなやってるのよ控え室とかで、だから私もやりたいなと思って買ってやっていたんですけども、今回はねこれを持ってこいと言われたんですけども、どうしたらいいのでしょうか、でしょう。金やん。な、金もらった。待って。ん？金をもらえる。もらった。もらえない？なん？お？は？とりあえず、なんか移動してって言われてるので、とりあえずなんかお金とスイッチを持って移動したいと思います。あ、レッツ。いやはやね、さっきもらったあのね金の袋だけはねちょっと持ち帰りたい所存でございますけれどもね。うん？これはかの有名なジムでございますかね。そういうこと。ちょっと待って。あれがどういうこと？ジムリーダーってこと？実写版ポケモンみたいな感じ？金取りに行きましょうかね。可愛い我が子を連れてね頑張りたい。社長とバトル。よろしくお願いします。あれっつらゴーっとで、あらー、リサちゃんのコーディネートが見てちょっとフフフフフ、なんで、カエリキ、なるほどなるほどね。でも紬りささんマジヘッポコマルで、しかも記憶力がないんで火と水と草の関係値しか分かんないですよね。分かります、あれだ、弱点のやつ。さあさあ、変えてきやがったぞ、こらちょっと待って、変えてきやがったぞ、ジダーンってくし、おー強くない？いけ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 、ダンダン、あっせー、なんか回復してる、なんでなん、
体大きいから、ね、カビゴンゴン、カビがゴンゴン、あれお風呂入らなきゃ、あ、来たんじゃない、あー死んだ、ブラボービクトリー、サンキュー、あ、来たな、ギャラドス、ギャラドスな、ギャラドスってあれやろ、あー絶妙やな、どうしよう、お、嘘でしょ、あーもうめんどくさいやつやん、これもほらそういうことするじゃん、いけ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 、だんだん、おし、あ、やばい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 、キャラドスちゃん、いけー、ぶっぱらせー、いけいけ、どうせ当たらん、あ、待って待って、え、死んだやん、あー待って、え、ちょっと待って、あ、うん、これ、あ、どっちで行こう、どっちで行こう、ここは、ここはあれあれあれすります、あれ対あれにしましょう、ここは正々堂々、魚です、魚同種族同士でちょっとぶち合いましょう、これどうしようか、あ、でも言うてな、あともう一発当たれば、あ、待って、これ、これ、あ、やめて、あ、でも麻痺させられたわ、言うてもこれなんだよね、よく生きてたもんだわって感じですよ、これ愛です、愛、さ、え、待って、え、怖い、結構食らうね、住所に当たった、バレたね、あ、やばいやばい、シャーフーイデッドラインよっしゃー、あと1匹、何が来るかな、ドベシ、あ、なるほどね、あ、そっか、最後だもんね、ばっかで、あ、もうばっかで、やっちまったな、もうやっちまったな、そうだよ、最後だ、そういうとこ、はい、海にお帰り、海にお帰り、あれどっこいセット、良きじゃないですか、最後全部出しちゃった、モグラ、いけモグラ。これ恥ずかしいな、ネーミングセンス全部バレるやつやん。さあ行け行け、君ならできるよ。何年土の中に君はいたんだ、ほら思い出してごらんよ人生を。行け行け。地上に出れたんだよ、その喜びをぶつけてこい。ほら。行け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 。待って。効果抜群か、怖いな怖いな、あ、いけいけいけ、行くんじゃないこれ、あー全然じゃん、ちょっと待って待って待って、私はさ、さっきさ、スタッフさんにさ、今日戦う3名の中で一番弱いって聞いたんですけど、社長様が、あゲージが減って、嘘でしょ、あ、そういうスタイル、徐々に取っていくスタイルですね、はい、はい、第一戦、我らが姫木の社長様に負けました、さすが社長でございます、2回戦いきたいと思います、あれっつら5、いやもうどう考えたってぶつかるやんこれ、どう考えたって逃げれないやつよねこれ、だって絶対これさ、皆様、月刊ブッシュロードはご存知でしょうか、そう、紙面でかの有名なリコノーチさんが2番目のバトル相手になります、レッツラバキュン、え、かわいい、めっちゃかわいいじゃないですか、待って、なにこれ、なにこれ、にゃんにゃん、マジか、ポーズ変えれるのですね、そうなんじゃ、可愛いのが来た、なんかどうせああいうの可愛い顔して強いんやろ、待って、ほら効果なしとかいっぱい書かれてるもん、ほらもう見てみ、もうどうするって、ふぃーそうだったのですな、そうだったのですな、あ、結構食らうな、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、待って、ごめん、耐えてお願い、効果抜群なのに、マジ言っている、ちょっと待って、
ほら、いけ、ほら、かわいい、あー、かわいいでしょね。はい、アビレリ、あ、そんなに食らわないと、あ、なんか来るよ。いけ、ほら、頑張って、ほら、どっこいショット、あ、全然、あー、これは、なん、なん、あー、なよっと、あー、生きてる。しんどいじゃないですか、これ、待って、あ、ちょっと、あ、もうダメだこれ。待って、一体目にして、ちょっと一体目に、はぁ、ちょっと待って、パーリー。お前顔だけか、やっぱり。笑われてるんだけど、ちょっと待って。笑われてるんだけど、笑わないでよ。せめて一体は倒そう。ね、せめて、うわぁ、よかった。本当にやめて。あぁ、恐ろしい。いやーねー、怖い怖い。ワンちゃんいけるんじゃない？あ、いいうなじしてた私のキャラ。待って、あ、待って。あ、待って。ダイマックスしたんだったらさ。このおじさん。ちゃんと減った。あ、減ってた。私の金が。待って、はあ、めっちゃクソ弱じゃん。ちょっと待って、そうでございます。最後のちょっとあのキツネのちょっとヤバい人には勝ちたいと思います。レッツラ最後の試合、キツネぶちかますで。もういいとこなんもねえわ今も。もうなんかさ、さっきのなんか変なキツネ来たけんね、ちょっと勝ってやりたいと思いますよ。一発ドカンとね、レッツラレッツ。でもなんかね、キツネさんね、ガチ勢って聞いたのさっき。あれですよね、あれですね、孵化させてんですもんね。ほら見ー、もうガチガチのガチやん。何この顔、やばうぜえ。え、危ない。私数日前まで同じパーカー着てました。恐れになるとこだったわ。やばいやばい。マジか、ちょっと嘘でしょ、本当に言ってる。もう、いや、どうかな。あ、そうきますよね。はい、持たせてんじゃん私。待って、なんでこんなにさ弱いん。あ、もうね、ほらみんな潜りたがりやん。どう、誰もいなくなったよステージ。嘘でしょ。もうドカンのやつでしょ、もう分かってるもん。これドカンって急にほらビーンってパンシュプーンって感じでしょ、ほら。はーって、いいけ、あーもうこんなんだって秒殺だよ。だってさ、ねえつむちゃん、これがブシロードです。まあいいよね、このね、なんていうの、この気を使わない感じ、私大好きですから。本当にもう素晴らしい、嘘偽りないこの感じね。よし来た、これこれ来た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 んじゃない、キツネさん。待って、まだ2匹います。いいんじゃない、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 いいんじゃない。ほら、素早さも上がったからね、先手必勝ですよこれ。あ、なんかちょっと、嘘でしょ。あ、ほらもうゲージが止まって、
やもう惨敗でございますわと。いやもうねこれはね改めてね今ですねあのですねつむぎさんがねちょっとねこの今ね絶賛ね舞台あのあれ中なんですよ、稽古中でねなかなか触れない、そう言い訳が始まりを聞いて、だからちょっと改めてねさらにねもうちゃんとね厳選なるものとかねやつをやってね、まあ負けちゃってお金も取られちゃったけど奪い返していきたいと思います。そんなこんなで本日の動画はここまででございます。響きスタイルはですね誰かがいつもね更新していますので、ぜひぜひチェックしていただきまして、あの皆さんぜひぜひあのね何でしたっけその登録っていうやつ、そうそうチャンネル登録ってやつをねしていただければなと思います。ということで、はい、以上つむぎりさでした。バイバイ。